福島県庁舎は福島県福島市にある福島県庁が入る庁舎。旧福島城跡地に立地する。高さ41メートルの時計塔が特徴である本庁舎のほか、同一敷地内には西庁舎と北庁舎が位置する。西庁舎は完成当時福島県で最も高い建物であった。本庁舎から300メートルほど北東の平和通り沿いに 市内光が丘に移転した福島県立医科大学の建物等を利用した東文庁舎が存在したが、かつて本庁舎内に入居していた福島県警察本部新築移転のために取り壊され、前日の北庁舎が新設され機能が移転された。東文庁舎時代には体育館も設置されていた。本庁舎通りに知事校舎、旧東文庁舎のさらに東、国道四号、 国道13号船場町交差点付近に船場町分館がある。本庁舎は1954年建設で老朽化も著しいが東日本大震災が発生し復興事業に財源を咲かなければならないことから建て替えは見送られ代わりに41億円かけて耐震改修工事が行われた。この際アウトフレーム工法を採用し日地の地型の 本庁舎の中庭部分に、四方の外壁を橋渡しするように鉄骨が組まれたため、外観は損なわないものの、庁舎内から見ると巨大なジャングルジムのようになっている1880年春工の福島県庁舎。ありがとうございます。